はい、皆さんこんにちは。今回ですけども、前回の続きですぐ動画撮ってるんですけども、前回こういった通り芯ツールについてとメジャーについて少しお話をしたんですけども、今回は設計するときに絶対設定をまず初めにしないとダメなことがあるんで、それを説明していきたいと思います。まずですね、この通り芯ツール、なんで今3階まであるかって言ったときに、前回の動画、まだ見てない方は見てほしいんですけど、前回の動画でですね、このフロアの設定で、今ここ3階までで4階が屋根だよって設定がデフォルトでされてるからこんな感じになってるよ。全部3000で一列になってるよっていうお話をしたと思います。でです。その、じゃあフロア設定を説明したと思います。実はそのフロア設定がとっても大事だったんです。まずちょっと触ってきますね。デザインタブを開けてください。通り芯設定と同じところにあります。で、こちらのフロアの設定を押していただいて、こちらが出てきますね。で、まずですね、コード、階高。まあ、階高とコードの違いってわかるとは思うんですけど、少し説明します。階高っていうのは、下の床から上の床までの高さが階高です。だからスラブ圧も含まれています。で、コードはですね、GL から地面までの高さをコードと言います。なんでこれ最初500ってなってるのは、簡単に言うたら玄関を上がる時の高さとかであったりします。下の基礎であったり、スラブの厚みであったりが重なってこの500っていう数字になってます。まあこれは別に個人で変えていただいて全然大丈夫なんで、僕一旦500にしときます。で、買い高なんで、500から買い高プラス3000ということで、次のコードが3500になります。てな感じで増えていってるんですけど、これ好きに変えれます。例えばですね、商業施設で3000だとだいぶ低いので、5000とかであったり、するとこうやって勝手にコードが変わってくれるんですね、次の。買い高はまあ変わんないんで、次のは関係ないんでね。で、次は3000。で、次はじゃあ3500であったり、で、最後屋根のところ。屋根もこれ屋根じゃない方がいいなってなったら、3000で全然いけるんですよ。言ったら4階建てで5階までいけるっていう。で、これ5階最高高さって書いてるからもう無理なんかなって考えちゃうかもしれないですけど、いや、それは全然大丈夫で、上に挿入っていうのを入れてあげるとこうなります。で、名前はデフォルトでなってるだけなんで、この場合は、こう FL で入れていただいて、こいつは、4ですね。で、6階に最高高さって、文字を入れていただいたらいいのかなと思います。で、OK しますよね。じゃあ、こいつが、ほら、見てください。今のを変えればこっちも変わる。1階、2階、3階、4階、あ、変だ。バグってますね。一旦消しますね。戻してと。一回と。あ、いけてるわ。いけてるいけてる。5回ないよね。おねえなんちゃった。なんて言っちゃう、なんて言っちゃう、なんて言っちゃう。ふんふん。ふん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 。一旦消してもう一回やってみます。消して、一回押して、デザインで通り芯をして、これで OK で、ギュッと、ギュッと、継続、OK。あ、やっぱ無理なんや。1、2、3階までしかやってくれないんですね、こいつ。でもそれそれで鬱陶しいな。ごめんなさい、僕、ちょっと、これ、わからんなぁ。なんか、それ以上の高さを僕、やったことないんで、今まで。ちょっと、この壁にぶつかるとは思わなかったですね。すいません、ちょっとこれわかんないんで、また調べておきます。調べて編集で入れるかもしれないんですけど、とりあえず、デザインツールっていうのは、すごい大切で、デザインツール。じゃあ、もう、焦ってるな。ごめんなさい、デザインタブからの、フラの設定ですね。こちらのフラの設定っていうのはすごい大切で、こいつを何をするにしても、あ、けどいじり始めるにしても、絶対これを変えないと自分が思ってる通りの高さとかにならないんで、絶対これをいじってください。ごめんなさい。
絶対いじってください。まずこれをいじってから通り心を設定する、そんな流れになります。だからまず開き方を開けて何をするかって言ったら、1階の平面図開いてる時にデザインツールでフォロワーの設定を押して選択する、設定する。その後にもう1回デザインタブを押して通り心設定を開けて、ここで自分の通り心をちゃんと設定する。で、そんなに柱いらんよって、今回株式やねんってなったらもうこれ全部いらないという感じで OK していただいて、こうやって引けば棚の通り心だけになりますので、ほら見てください、これ綺麗ですよね。こんな感じになります。こんな感じで今回は通り心の続きであったり、デザインタブからのフロア設定、フロアの設定がとっても大事だよっていうお話をさせていただきました。またすいませんね、ちょっと4回以上のはまた調べて編集で入れておきます。多分ここの画面についてるのかな。 Siri は反応すな。まあそんな感じで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。